こんにちは、学習塾1945です。今回もやっていきます。よろしくお願いします。ってなわけで問題はこちら。まずは一時停止をして解いてみてください。では確認をしていきましょう。今回は各国の政治の仕組みについてです。まず一番の中国ですが、ここは事実上の中国共産党の一党独裁です。一応言い訳的に他の政党もあるみたいなんですけどね。ただまあ共産党しかないと思ってもいいでしょう。だからもちろん他の政党に政権が移る政権交代も起こってません。で次は2番、イギリスの話ですね。イギリスは上院ではなく下院が優越しています。まあ上院とか下院というのはこういう対応関係だと思ってください。イギリスでは上院は身分が上の貴族院です。これに対して下院は庶民院ですね。日本では貴族院が衣替えした参議院が上院に相当します。そして衆議院が下院ですね。で日本も衆議院が優越していますから下院優越ですよ。まあ貴族院議員は大っぴらな選挙で選ばれるわけではないですからね。身分は高くても力はないんです。で次3番のアメリカですが、ここで間違っているものはありません。まあ文章自体は細かい知識になるので余裕があればもう一度読んでおいてください。で最後は4番ですが、ドイツの大統領に強大な権限はありません。ドイツでは首相が権力者です。大統領は儀礼的なものを担当している象徴ですよ。日本だと天皇に近いものだと思ってください。イメージとしてはお飾りの社長が大統領ですね。でも実質的に力があって政治を動かしているのは副社長の首相ですよ。そんな感じで押さえといてください。てなわけで今回は以上です。最後まで聞いてくれてありがとうございました。